82メジャー、デビューから1年、セカンドミニアルバムでカムバック。音楽番組で1位になりたい。82メジャーが、より一層強力になった魅力とパフォーマンスで世界中のリスナーを魅了する準備を終えた。彼らは15日午前、ソウル港南、カンナム、区にある ILCHI アートホールにて、セカンドミニアルバム、X82、 の発売を記念するショーケースを開き、ニューアルバムについて語った。4月に発売したファーストミニアルバム、ビートバイ82以来、5ヶ月ぶりにカムバックを知らせた彼らは、ファンのみんなに会えると思って、とてもワクワクした。カムバックを準備しながら、とても一生懸命に練習した。早くステージに上がりたいと感想を伝えた。 82メジャーは X82 を通じて x ファイルのような新しい音楽と姿を余すところなく披露する計画だ。メンバー全員が収録曲 FaceTime とゴシップの作詞、作曲に参加しグループのアイデンティティをより確固たるものにする。メンバーは今回のアルバムについて多様な音楽が交差し、 世界中のリスナーを僕たちの音楽で占領するという抱負を込めたアルバムだ。とし、メンバーたちが全員スタイリングや作詞に参加したので、僕たちの色とラップのアイデンティティを確認できると思うと説明した。タイトル曲、スタック、は、 速いテンポのドラムサウンドと多様なパターンのパーカッションが際立つオルタナティブヒップホップナンバーで彼らの個性的な魅力とビジュアルへの自信を表現したことを特徴とする。ボーカルポジションのメンバーまでラップに参加し、彼らならではのヒップホップバイブを満喫することができる。ナムソンモは新曲、スタック、について、オルタナティブでヒップな楽曲で、 僕たち6人のビジュアルへの自信を示した。この曲を通じて、僕たちがラップとパフォーマンスがすべてできるオールラウンダーであることをお見せしたいと伝えた。ジョソンイルは、僕たちはビジュアルに穴がない。どこへ行ってもメインビジュアル級のルックスだ。僕たちの平均身長は180センチメートルを超える。 その部分が僕たちの長所だと思うと自信を示した。昨年10月にデビューし、韓国国内外で異例な活動を展開して、K-POP 第5世代のアイドルとして人気が急上昇している彼らは、まだ新人の気持ちで本当に一生懸命にステージを準備している。とし、僕たちはシングルを発売してからすぐ単独コンサートをしたし、 初のミニアルバムを発売してまたコンサートをしたけれど2回目のコンサートが記憶に残っている。ファンのみんなの幸運と愛が本当にたくさん伝わってきて記憶に残っていると話した。続けて1年間でチームワークとファンとのコミュニケーションが良くなったとし、これまでファンのみなからたくさん愛されたけれど恩返ししたくて一生懸命にコミュニケーションしている。 それでファンのみんながファンアキムスと、ファンを大切にするアーティスト、とニックネームを付けてくれた。そのニックネームのようによくコミュニケーションし、より良いステージをお見せすると付け加えた。82メジャーは、前作のタイトル曲、チョーク、が米 iTunes の K-POP チャートで1位になるなど、海外でも良い成果を上げた。ナムソンモは、 チョークで多くの国で愛されたけれど、海外に行ったことがないので、今回の活動を通じて海外にもっと足を運んで講演して、良い経験がしたいと話した。ファンソンビンは、ファンのみんなのおかげでとてもありがたい成果を得ることができた。スタックを通じて前よりもう少しランキングが上がってほしいとし、前回の活動では1位候補になった。 今回は音楽番組で1位になりたいと希望を語った。